校内連盟誕生時の大凡章を描いた、駅名標駅前広場玉名駅は、熊本県玉名市中にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である、全定期旅客列車が停車する。1日に数本始発、終着列車が設定されている。玉名市の中心駅であるが、九州新幹線の開通により広域輸送の役割は新玉名駅に移行したため、 現在、あたり駅を発着する優等列車はなく、現在では、熊本県内第6位の乗降客数である。九州新幹線開通前は、当駅にも、特急、リレーツバメと、有明が停車していた。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅。互いのホームは、湖泉橋で連絡している。 現役者は2代目で1960年10月地区である。新玉名駅が管理し、JR 九州サービスサポートが受託する、業務委託駅。終日駅員が配置され、緑の窓口もある。駅自動放送が導入されている。2012年12月1日より守護課が利用可能となったが、自動改札機の設置は行われず、現在は IC の読み取り機のみ設置している。 駅構内に玉名駅旅行センター、駅レンタカー営業所があったが、九州新幹線の開業によって新玉名駅に移転した。2016年からの1日平均乗車人員の水位は下記の通り。当駅は玉名市中心部に位置し、ビジネスホテルやオフィス、商店が点在する。また、駅前には参考バス、玉名駅前バス乗り場があり、 市内各方面や熊本交通センター方面などの路線が利用できる。玉名市内には多くの学校があるために朝、夕の通学時間帯は多くの学生が玉名駅で乗降している。太字は新玉名駅を経由する。1番乗り場2番乗り場交通新聞、P1 駅別乗車人員。ありがとうございます。